どうも、こんにちは、弁当です、えー。今回は最近のお悩みに一気に回答していきます。えー、今、何とか点なのですが、あと1ヶ月で何とか点にあげるにはどうすればいいですかその教科だけに縛られないようにしてください、えー。その教科だけやってると、他の科目の点数が下がってしまって、トータルで伸びないことが考えられるので、あのー、あまりその目標点を絶対に取ろうっていうふうに思わない方がいいと思います。 その強化も伸ばすし、他の科目も伸ばすっていうので,で、トータルで、トータルで考えていただけたらといいと思います。あくまでもバランスよく勉強を進めてください。で、あの、センターがボーダーに乗らなくても2次で十分挽回できますので、まあ、それは比率にもよりますけどね。なんで、あの、2次科目、次試験で得意科目があるんだったらそっちを伸ばすのもありだと思うので、それも、 検討してておいいください、えー、センター直前ですが二次対策もやった方がいいですか比率は何とか対何とかです絶対やるべきですあのセンターの後はあまり勉強量がね今までより減っちゃうのでこれはどうしてもなんで伸びやすいやつは絶対やるべきです志望校が決まってない人もいると思うんですけど、まあ、重要問題集とかあのちょっと難しめの問題をやってみてくださいでそれは赤本が例えばじゃあ解説がなんか不親切ですごい効率の悪い勉強になってしまっているみたいな人も ありだと思うんですね。重要問題集とか解説が丁寧な、えー、難しい問題をやってみるのもありだと思います。で、あの、センター試験で苦手としている単元をね、そういう難しい問題でやってみるっていうのもありだと思います。そうすると、二次対策にも繋がってくるし、センター試験でもっていう感じになりますよね。で、あの、センター試験の後はさっきも言ったけど <laughs>、勉強量が減りますえ。もうこれは気合じゃどうにもなりませんので、今のうちに勉強しておいてください。 えー、科学全く手をつけてこなかったのですが、センターで7、8割取りたい。どうすればいいですかえー、6、7割の人が言うんだったらわかるんですけど、あの、2割とか4割ですね。だからもう、ほぼマジで手をつけてなかった人が目指すと、精神編成上よろしくないので、あんまり目指さないでいいと思うんですよ。だから、他の科目にも勉強量を割り振りつつ、無期勇気を中心に、まあ、理論はちょっと難しいので、あのー、やっていきましょう。で、ま半分以上は取ってください。で、えっ、ー、と、余力があれば6割と。で、運が良ければ7割っていう感じですね。 え、もう一度言います。二次試験で挽回できます。なので、あの、センター試験に縛られないようにしてください。あの、これ、僕がやっちゃったんでね、あの、国語で、国語で絶対8割が欲しいっていうので、えー、死ぬほど勉強して、1回だけ156点を取れたんですね。でも本番がマークミスで110点で、マークミスがなかったとしても135点だったんですね。だから、あの、無理だもんは無理なんで、あの、二次試験で挽回できる人は、二次試験で挽回してください。いいですかね。はい、伸び悩んでますっていう方はね、 一応これあの何回も僕はあのおすすめしているやり方なんですが、優しみの参考書を一周してみてください。あの9割分かってて1割分からないぐらいのやつ。もう10割分かってるやつでもいいです。こういうのを、あの、要するに参考書って原理原則をイメージしやすく解説しているものが多いので、そういうものを選んでください。あの要点絞りすぎてるやつはちょっと良くないと思います。えっ、ー、と、解放暗記の参考書もありますよね。ああいうのはちょっと微妙なんだと思います。それはセンター試験が応用問題が出るからですね。 えー、参考書は問題数の少ない問題集でもあると。ようですね。で、あの、解説が今節丁寧なんですよ。問題集に比べると。だから、もう前振りがあって、で、次、じゃあこの問題解いてみようね。 わかるでしょわかるでしょっていう風に、えキャッ、なんだろ、ボールを投げられてるのに、それを受け取れなかった自分たちにもう一回説明してくれる。超丁寧なんです。超わかりやすいんですね。だから参考書を一周してみるというのはありだと思います。一ヶ月じゃね、普通の問題集ってやりきれないんですけど、あの、参考書を問題集として使えばやりきれると思いますんで、そういうやり方もありだと思います。 じゃあ、おすすめの参考書何なのっていう時に、ちょっと僕なりにね、え、ちょっと紹介しますんで、あの、他にもなんか、知りたいよっていう方がいたら多分コメント欄に書いてくれると思うので、あの、いろんな人が <laughs>、あの、 それちょっと参考にしてください。まあ、数学は単元別に、あの、坂田明さんの参考書が僕はおすすめです。価格はですね、ここで差がつく有機化合物の構造決定、なんちゃかかんちゃか。これがね、僕めちゃめちゃ好きなんですよね。あの、前半が超簡単な基本問題がバーって載っててね、その解説がすごい丁寧なんですね。で、あの、後半が、あの、もう応用問題がブーってあるんですよ。で、これあの、問題集なんですけど、 前半だけや、やる、やる分には、もあの、本当に1日は2日で終わるので、あの、後半は余力があればでいいです。あの、1問か2問さらっと流してあってください。えー、と、まあ、もちろんあの、この、 問題集ね。あの、がっつりやれば相当力になります。えー、福間の無機化学の、あの、これ無機化学に限りません。あの、鎌田先生の有機化学や理論科学でも言えるんですけど、あの、こういうのをやってみるといいと思います。これは原理原則をイメージが分かりやすいように解説してくれてます。で、物理なんですが、あの、これ解法って書いちゃってるんですけど、橋本流解放って書いちゃってるんですけど、あの、参考書です、これも。なので、原理原則をイメージと絡めてやってくれてます。ただこれ、あの、問題が載ってないんですよね。なので、 問題に関しては、例えばエッセンスとか、あの、両者の風とか、そういうので、あの、アスタリスクがついてるやつですね。あの、難しそうだなっていう風に、なんか重要な問題ってアスタリスクがついてたり、あるんですよね。あと、偶数番号だけやってみるとか。それだ、それでも全然いいわけですよね。その問題集が、もしもうちょっと薄く作られてて、 要点を絞った問題集がもし出版されてたならっていうふうに考えて、で、すごい分厚い問題集があった時にこれ全部やろうというふうに思うんじゃなくて、例えば偶数番号だけやってみて、3の倍数だけやってみる。もっといいのはアスタリスクがついてるもの。え、難易度順になっているとしたら簡単すぎるものはやらない。難しすぎるものもやらない。そう、難しすぎるのをやりすぎると、かえって良くないんですよ。だから、自分のレベルに合った標準的な問題っていうのをじゃんじゃんやっていてほしいなと思います。 っていうのでちょっとザーッと喋っちゃったんですけど、大体僕が喋りたいのは、えー、こんなもんだと思います。はい。ということで頑張ってください。以上です。